海上自衛隊がまたまたシードラゴン2024で優勝しました。今回は海自の P1 哨戒機部隊が異例の2連覇達成を成し遂げ、シードラゴン2024における日本の P1 哨戒機売り出し決定について見ていきたいと思います。シードラゴンと海の竜とはかっこいい名前ですよね。アニメにも登場しそうな名前です。シードラゴンとは固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間での共同訓練で、2019年からアメリカ海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されているものです。2024年1月24日シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P1 哨戒機を運用する追戦哨戒部隊は、対戦哨戒任務の技量において、2年連続で第1位となる快挙を達成したのです。シードラゴンの詳しい内容を紹介しますね。アジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集結、主に対潜水艦船、アンチサブマリン、ウォーフェア、ASW の訓練などを実施します。この ASW 訓練では、アメリカ海軍の原子力潜水艦を仮の標的として、探知から追跡を行い、攻撃するまでの対処について、集まった各国の哨戒機部隊が、270時間以上の飛行時間を費やして訓練、演習を実施するというものなのです。公開されている ASW 訓練の内容としては、対戦哨戒機が上空から投下したその部位を使用して目標潜水艦を探知し、追跡しつつ解析を行いながら、最終的に爆雷や爆弾もしくはミサイルなどで攻撃するという想定になっているそうです。こういった戦技を競うためにポイント化して、総合的に評価した上で、訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されることになるのですが、そのチャンピオンの証として、ドラゴンベルトが対象チームに授与されるそうです。シードラゴンでは、ASW を実践する訓練、演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国の参加パイロットや飛行士たちが、所属部隊の ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行われるそうです。つまり、参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く追戦哨戒部隊同士として友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間も、積極的に他国のクルーとの間で、敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っているようです。そして、こういった交流が信頼を深めつつ、同時に技量向上にもつながっているということでしょう。今回実施されたシードラゴン2004も例年のごとく、アメリカ海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して、対戦哨戒の技量を競い合いました。実施期間は、2024年1月8日から24日です。昨年のシードラゴン2023に参加して第1位を獲得した鹿児島県鹿屋基地所属の第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県厚木基地所属の第3航空隊第31飛行隊が参加して2年連続の第1位を獲得しました。厚木基地からは訓練のために P1 哨戒機1機と40名ほどの隊員を派遣、今回の優勝に伴って同航空隊には最優秀哨戒部隊の称号としてドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたのです。固定翼哨戒機として2連覇を達成した海自が運用している P1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業との共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対戦哨戒機です。それまで長期にわたって海上自衛隊が運用していたターボロップ式の P3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始しました。それ以降、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を調達する予定とされます。P1 哨戒機の機体は、
川崎重工業が主体となって開発、製造をしましたが、各部分は他の企業が担当しました。三菱重工業は中動と高動を担当、主翼と垂直尾翼はシュバーの担当、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成になっているのです。4機のエンジンには、IHI が開発、製造したターボファンエンジン XF10/7 が採用され、アビオニクスは、操縦系統と各種センサー類や精密電子機器官の互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト、通称 FBL 方式を採用しました。FBL の採用は、世界初の実用機としての試みとなっていて、このことによって、機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られることになったのです。オートパイロット自動操縦においても、従来の P3C 哨戒機では、高度を維持する程度の機能しかなかったのですが、旅客機並みの自動操縦だけでなく、トリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで、大きく進化しました。B1 哨戒機の対潜哨戒用ソノブイは、胴体下部の主脚格納部分後方に38個装填されているのですが、投下用ソノブイの格納部分には機体内部からの再装填できるようになっていて、一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっていて、機内に搭載されている96個のソノブイを簡単かつ即座に投下可能で、こういった部分でも乗員の負担が大幅に軽減されたのです。そして、探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装については、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどが搭載可能で、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも、主翼下部の8箇所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下にある弾倉には、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで、搭載可能であるなど強力な攻撃能力を持っているおかげで、有事にも活躍することは間違いないと思われます。こういったことに加えて、対潜哨戒任務という長時間勤務になることが多い乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されています。P3C 哨戒機などでは、搭載している精密機械に電磁波が影響することを理由に設置されていなかった電子レンジも置かれ、乗員がいつでも食事や飲み物を取ることに可能となっています。とはいえ、海上自衛隊では昔から食事や休憩を乗員の自席で取る習慣があるので、普段の任務において休憩スペースが利用されることはあまりないようです。さらに、P1 哨戒機では、対潜哨戒という主任務以外に、災害救助派遣任務にも運用できる設備や装備が設置されています。災害時の救援搬送なども対応できるようにして、機首近くの広いスペースは、救援用ストレッチャーを固定できるように設計されているので、同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され、医療行為が可能になっていて、多目的使用も想定されているそうです。B1 哨戒機は量産が始まって間もない機体ですが、近年では中国の潜水艦の性能が高まって静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を備えた戦闘指揮システムやレーダー、光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常時日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られているようです。防衛装備移転3原則が策定されたことで、高スペックな P1 哨戒機を海外輸出しようという動きが以前からありました。これまで P3C などを購入し、後継機種を探している国を中心に売り込みを行い、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展したのですが、現時点ではアメリカの P8 との競合に負け続けているようです。だからこそ、シードラゴン2024での2年連続優勝という実績がどれほど貢献してきれるのかが注目されているというわけでしょうね。